緊急で動画を回しております今スポルティック二千二十四の会場ですちょうど初日が終わったところでとんでもないニュースが入ってまいりました前回私がお話した通り寺田心さんがですねとんでもないアルファオスプリを発揮しているとこれがですねもう止められない状況まで来てしまったんじゃないかなと思いますこれはどこかのアルファオスを引きずれ下ろすまでは 止まらないだろうということがです、ね、このニュースの写真と記事からわかりますニュースの URL 概要欄に貼っておきますのでぜひご覧くださいまず写真をご覧いただければわかりますがとんでもない地震に満ちはぐれた顔をされておりますし 筋肉をですね前腕と上腕をアピールする写真になっておりますけれども前腕はですねなかなかの緊密度でありますし静脈もしっかりと目視できるとそして腕頭骨筋のサイズがですね素晴らしいものがありましてここから上腕筋につながる筋肉の連鎖というものもですねもう目視できるレベルまで発達してしまったなというところでこのオスに勝つことはできるのかと。 いうことがまあこの寺田心さん以上の世代のオスに課せられている局面なのではないかと思われます。この記事見出しを読んでみます。寺田心趣味の筋トレで細マッチョに成長体が勝手にダンベルを中学三年間で身長40センチ伸びたというところで大河ドラマのニュースだそうです。大河ドラマの えー、おそらく、えー、番組の宣伝の、えー、ニュースなのかもしれませんがそれ以上にですねこの記者も、えー、寺田さんの心と行動の方を、えー、記事にしてしまっているというところで、えー、周囲にいるオスをですね感化させているというところかと思いますまず中学三年で三、えー、年間で40センチ伸びたということで今もまあ伸びてます、えー、去年だけで12センチ伸びましたと目を輝か,か,かせたということで、えー、体がでかくなることに喜びを感じていると 生物の強さは質量ですからこれは強さへの憧れということを反映していると私は分析しています現在はです、ね、バスケットボール部に所属していて趣味は筋トレだということで、ね、これが恐ろしいとバスケットボール部に所属していたら筋トレはバスケのためにやるんじゃないのかと。 ととといいううこころがでですすねね趣味だということなんです、ね、全くバスケとは関係ないという目的でえ筋トレをしている、えー、オスとしてやっているだけだということがここからも分かります。えー、そして、えー、細マッチョな体型を作り上げているとこの記者は書いてますけれどもおそらく寺田さんは細マッチョということは意識してないんじゃないかなと思います。えー、ゴリっゴリのマッチョになっている過程に、えー、細マッチョがあるというただの通過点に過ぎないと思っているといや、思ってすらいない。 意識すすらしていないいいいなななんじゃないかなという,ふうに思います自分のスマホに流れてくるおすすめの動画が全部筋トレ動画なんですよねともうこの時点で AI で追跡されてますよね寺田さんの行動をですね最新のアルゴリズムが分析して全部筋トレの動画を寺田さんに送りつけているということでもう社会がですねもう最先端のテクノロジーが寺田さんのアルファオス化をもう後押ししているという状況になっているというこの現代の 最新のテクノロジーとですね、われわれのサバンナにいる遺伝子が融合して、とんでもない次元にまで達してしまう可能性があることを、私は危惧しております。そしてですね、体が勝手にダンベルを触ってしまうと、もうこれはね、一般的な病気ですよ、ただこれはオスとしては正しい、正しい行動であると、強さを求めているということで、最初は5キロの軽量でやっていたのに、いつの間にか12キロのダンベルがということでね。 これは前臓抵抗負荷ということで筋肉を強くする理論をしっかりとおそらく理論としては理解していない可能性がありますけれども体で、ね、分かっていて行動に移しているということでもうすでに、ね、使用重量が、ね、2.4倍になっているということでとんでもない使用重量増が見られている成長が見られているということですね。ね母親からお母さんからもほどほどにしなさいと言われていますが。 と苦笑したということですお母さん止める必要は全くないですガンガン後押ししてご飯を食べさせてたくさん寝かしてくださいそれがあなたの遺伝子をしっかりと地上に保存する方法かと私は思いますそして寺田さんはですね現在料理教室にも通っておりお母さんにですね手料理を振る舞うということをされているそうなんですね でまずです、ね、このお母さんに手料理を振る舞うということで、まあ、いわばです、ね、アルファオスになった時にです、ねえー、自分より格下の個体に対してどう振る舞うかということがアルファオスの器として大事になるわけでもうここの状態で、ねえー、この状況においても,もうその時アルファオスとしての資質があるということを確信させるエピソードかなと思いますし、えー、寺田さんはです、ね、コロッケや唐揚げが好きだということで これはですね、まあ、よくね、マッチョはそういうものを食べないと思っている方いらっしゃると思いますけれども、これ違うんですね、カロリーを欲しているんですよ。寺田さん、でかくなるためにカロリーを欲しているとんでもないことです。で、バクバクとお母さんと食べているということだそうです。こ、えー、このののの記記事、えー、この記者の方は何気なく書いたのか、 それとも将来に思いをはせて書いたのか分かりませんけれども私はこの記事から多くのことを感じ取ることができています幸いですねまだ寺田心さんという個体と私は遭遇しておりませんので私が寺田さんに引きずり下ろされるということは感じておりませんけれどもいつか メディアなどでねお会いした時には引きずり下ろされるそんなことを考えてですね日々のトレーニングに励んで少しでもね戦えるようにしたいと思っております寺田さんそして寺田さんという遺伝子を残したお母さん本当におめでとうございますということでトレーニングいってらっしゃい 私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしましたすべての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初まるグラスベット低分子ホエイペプチドそして金合成のスイッチを押すロイシーなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております 最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC パワー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいております是非チェックしてみてください